音が出ないでしょ、あの負けた時に一つもだけですね。逆に言うたらこのネットだけで車ができそうな感じもう変なことばっかり考えてくるけどね俺がね、うん、こういった時に、音が出ないでしょ、うん、どうしてもポリエステルはパリッパリって言うてくるもんね。言いますよね。これ折っちゃっても構わないですから、一度折っちゃってみていただけますか。これですか、うん、どうポリエステルだったらやっぱりパリパリって音する。折れないよ社長これ。そうかね、折れるよ手怪我しないように。うわいい、うん、悪い、いやいいよいい、うん、折れないやろこれで。その厚みですよ、薄さ。だって使う量たかし言ってでしょそれだったら、うん、ほんとね、うん、軽とか何トラックだとか荷台修理するのそれみんなそれ使ってます。本当ですか。うん、剥がれないから、あの鉄板から。ポリエステルの時代終わったかな。いや終わんないいや圧倒的にポリエステルですよやっぱり。もうカーボン世代に入っとうけんね。うん、それはねしょうがないですよねやっぱりカーボン使うときはせめてエポキシぐらい使ってくださいってやつですよね。ね、うん。